今日はですね、2人で、2人が、後も好きな曲、好きな曲というか、1曲はもう、いちさんがもうプロとしてやられてた曲、そしてもう1曲はですね、洋楽になるんですけども、いちさんも僕も好きな曲で、とても綺麗な曲なんで、今回やってみようかなと、思いました。なんかいちさんありますか？ないです。それでは早速行ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。ギターいちさんでした。ありがとうございます。実は僕はですね、知ってる方は知ってると思うんですけども、普段はですね、モノマネシンガーをやっておりまして、日本テレビはモノマネグランプリって年に3回ぐらい、今回ね、ちょっと密だっていうことで外されちゃったんですけども、三田さんのことじゃないですよ。三田ということで外されちゃったんですけども、ビーズ軍団っていうね、ビーズのモノマネをする人がゾロゾロと7人出てくる、
軍団があるんですけども、そこであの普段はですね、いつもあのビーズのモノマネやってるんですけども、まあ、今日はですね、あのモノマネなしで、行きたいなと思ってます。で、次に歌う曲なんですけども、まあこれもあのもう全然もう 100% モノマネしないで、歌おうと思うんですけども、リチさんが、サポートとしてずっと、ギターを弾かれてましたチューブの名曲ですね。今年はもう夏があっという間に通り過ぎちゃいました。本当だね。はい、もう何もしないまんまなんか夏が終わっちゃったっていう、恒例のねスタジオのコンサートも、はい、一応来年に延期。ああそうなんですね。まあそういうコロナの関係でね、夏があっという間に行っちゃったっていうことで、今年の夏は夢のようだったなっていうことで、サマードリームを歌いたいなと思います。はい、12弦ギターで、ギターでね、ちょっとチューニングがね、振りやすかった。ちなみに1本に1分かかりますから、チューニング12弦ぐらいかかります。なかなか12弦ギターのチューニングを見ることってないと思いますけどね。はい、大丈夫です。なぎさの風と好きな歌だけ詰め込む、夏にアクセルハンドルを切れれば、海風がはしゃいで、乱射している日差しよりも眩しい君、同じ景色に心を動かして寄り添っていたいね。 Summer Dream 光る波を幕に、君と Summer Days 焼き付けたいよ。海岸線を求めて T シャツのまま海に飛び込んだ、夏を待ち
タニーでした。ありがとうございました。最後まで楽しんでいてください。よろしくお願いします。